登場を始めましょう。うむ、現在の状況を確認しよう。報告しますね。我らは光月の馬屋橋城を謀略で、飯田城など3拠点を実力で奪って大いに増加したぞ。ドラゴン斎藤さんちの家臣も保護したので、人手が増えたのもありがたいな。しかし、岩村城に向かって信長を本隊とする1万、1000もの大軍が向かってきておる。それに対応するのは我が妻と正幸師匠の5000のみ。あれれ？我が軍団は何をやってるの？君たち。何やってるんじゃあ。北条パパンは10拠点も増やして飛躍。全部門で1位を奪取したぞ。さらに岩城にも拠点を確保しておる。次は光月を攻略するのであろうか。父の敵、信長は変化なし。現在、信長を本隊とする1万、1000が岩村城に向かっておる。またしても正念場がやってきたな。裏切り者の徳川も変化なし。前回は珍しくおとなしかったですね。今手薄なので、もうちょっとおとなしくしてくださいね。信玄は飯田城を失ってやや下落。じゃが、我が妹から上原城を守りきっておる。だいぶ兵力も回復しておるな。買いに来ないといいのじゃが。連合の状況はこんな感じ。北条パパンが三家をお取り潰し。新規メンバーは以下の通り。二階堂さんちは北条パパンに従属したようじゃ。総兵力は拮抗しておるが、三好さんは直接関係ないから我らが圧倒的に優位じゃな。それでは、参りましょうか。はい、始めましょう。ラッキー今川。始めるよー。笠井さん、グッドゲーム。あ、信盛さんが岩村城に来てくれそうですよ。おい、出陣するぞ。我が領内に敵が迫っております。ひぃ、おかわりしたー。いざ行く様へ。西園寺さん、グッドゲーム。安藤さん、グッドゲーム。切り札の朝廷バリアの敷設が終わったようだな。でも、ここは使わずに信長を叩いて中央進出を阻みたい。むむ。大回戦。兵力で負けてますね。大回戦をやれば、信長が総大将でしょうから、ここは本体削りを狙って回戦を仕掛けましょう。進め。攻め抜け。逃げるなら今のうちよ。正幸師匠、出番です。逃げるなら今のうちだぞ。我らの戦もあなたに見切れますか。いざ尋常に勝負。決着つけようではないか。むむむ、表情ですか。まあ結構削ってやったので作戦成功ですね。おばあちゃん、体を大切にしてください。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。鉄が足りませんか。どうぞどうぞ。先月の収支です。報告いたします。今月も安藤さんと語り合いましょう。続けて、どうぞ。よし、時は来た、大回戦じゃあ。進め。
総大将、維新電信の天野さんなの？兵数が少ないですから気をつけてくださいよ。隠れ！みんな、行くよ！私をアナドリシコと、クウィルがよい！これが我が魂、我が覚悟！我が道を阻むな、容赦はせぬぞ！かかれ！ノップ、そこか。ぐぬぬ、戦いにくい場所にいるな。戦に出てくるには、勝ちます。皆の命を、私に預けてください。我らの攻め、耐えてみせよ。逃げるな、今のうちだ。孔明。正幸師匠、出番です。信長と半兵衛を手玉に取ってくだされ。逃げるなら今のうちだぞ。我が妻は統制を失った半兵衛隊に横槍を入れましょう。我らの攻めに耐えられるか。ゆめちゃん先生、出番です。皆の命を私に預けてください。この攻め、生きれまい。決着つけようではないか。さあ、決着をつけましょう。引け。ああ、牧前先生、右手は無事ですか。いざ通常に勝負。やれやれ。よっしゃー、ゴール際半兵衛がピヨったぞ。かしこまりました。不甲斐ない。定義ー、引くぞ。私だってやれるんです。信長を包囲するのよ。はいとなるがよい。臆したか。バカな。よっしゃー、勝ったぞー。おばあちゃん、見てくだされー。パパンの遺品を取り返しましたぞー。よくぞやりました。ようやく肩の荷が下りた心地ですわ。なんの、まだまだこれからですぞー。しかし、こちらも結構手ひどくやられてしまったな。正幸師匠はお帰りくだされ。むむむ、勝家がまだ来ておるな。出陣します。我が戦、お見せしましょう。姉が工事さん家から木材が届きましたぞ。合戦でご入り用でしょう。家を支えるか、我らの役目にございます。うむうむ、気が利くではないか。この働き、遠い未来に返してあげよう。やはりブラック。正幸師匠に代わって西見の中流部隊を送りましょう。というわけで駿府館から斎藤利光さん2800を出陣。岩村城に向かってもらいましょう。戦場へ参る。おばあちゃーん。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。鉄が足りませんか。どうぞどうぞ。報告いたします。天野さん家には別の人を送ってあげましょう。先月の収支です。報告いたします。野々村さんを呼び寄せて、天野さんのところに送ってあげましょう。そして、今月も面談を実施しましょう。
し、勝家が来たな。海戦じゃ。行くぞ。かかれ！城門が破られそうですね。信盛さんと挟み撃ちを狙ってみましょう。承知いたしました。城門が破壊されました。戦に出たからには勝ちます。ゆめちゃん先生、出番です。これで決めます。これで終わらせようか。みんな、覚悟を決めよう。金割りったー。いや、楽勝だった。奥さんには帰ってきてもらいましょう。本当にお疲れ様でした。起乗します。小野寺さん、グッドゲーム。我が領内に敵が迫っております。なんだと。どうやら上杉軍が来たようですが、ちょっと今は手が離せませんね。城門を打ち破れ。武法城に敵の増援が来てますね。斉藤さんに対応してもらいましょう。承知いたしました。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。正幸師匠に匹敵する人を送ってあげますから、楽しみにしてお待ちくださいね。先月の収支です。報告いたします。じゃあ早速、天野さんのところに正幸師匠に匹敵する勇者の野々村さんを送ってあげましょう。よしよし、忠誠も青くなったな。我が戦、お見せしましょう。出陣するぞ。出陣するぞ。おお、信盛さん、よくやった。岐阜城は取り返しておらぬが、飯田城と右方城奪取の功績を認めよう。摂関城は取り消しじゃ。やったぜ、もう何も怖くない。敵将、捕らえた。待機せよ。ご命令くだされ。報告いたします。報告いたします。お金が足りませんか。どうぞどうぞ。先月の収支です。報告いたします。安友さんのところの人手が足りなくなりそうですね。ドラゴン斉藤さんと小牧さんを送ってあげましょう。おや、維新伝心の天野さんが来ておるな。これは氏真様との愛の証だ。お受け取りくだされ。名称ゲットだぜ。むむむ、我が妹には頑張ってほしいが、もう一枚駒が足りぬか。四国の宇都宮さん、グッドゲーム。おお、馬屋橋城は守り切ったようですね。ちょ、上原城攻撃部隊、なんでそんなに打ち減らされてるの？武田軍、恐ろしす。おお、3年も経ったのか。早いものですね。なんとか守り切ったな。いやいや、北条パパン、これは我らの勝利ですぞ。ご命令くだされ。先月の収支です。報告いたします。あわわわわわ、松倉城大ピンチじゃないか。西美の担当の斉藤さんに救援に行ってもらいましょう。
そして、今月も安藤さんと面談しましょう。おお、浅井さんが転職に応じてくれるそうですよ。何の取り柄もないお二人はお帰りください。我が戦、お見せしましょう。表情を始めましょう。報告いたします。鉄が足りませんか。どうぞどうぞ。先月の収支です。報告いたします。あれれ、森政さんの密談が外れていますね。もう一度奥様に言ってもらいましょう。今月も面談じゃ。むむむむむ、ナオトラちゃんの忠誠が真っ赤ではないか。ナオトラちゃんは直参として呼び寄せましょう。代わりに転職してきたばかりの浅井さんを送ってあげましょう。北条さんにブブを与えましょう。源氏殿には茶器を差し上げましょう。秘伝のクマーさん、グッドゲーム。やっと着いたな。海鮮じゃ。行くぞ。なんでこんな遠くに配置されるかな。いざ参る。行くぞ。これで決める。逃げるなら今のうちよ。行くぞ。いざ参る。縄文が破壊されました。引くぞ。こんな日もある。よっしゃ、勝ったぞ。もう一丁。なんで工場戦じゃないの。キャンセルキャンセル。今度こそ。行くぞ。よし、今度はベストポジションに配置されたぞ。我に続け。決着つけようではないか。我らの攻め、耐えてみせよ。ぐぬぬ、本丸まで撤収じゃ。敵が城内に侵入しました。逃げるなら今のうちよ。我らの攻め、耐えてみせよ。よし、守り切ったぞ。ご命令下され。報告いたします。鉄が足りませんか。どうぞどうぞ。先月の収支です。報告いたします。今月も面談じゃ。むむむ、一
タジョーさんの忠誠、まだまだヤバいですね。上等な兜を差し上げますので、ご機嫌を直してくだされ。河野さん、グッドゲーム。我が領内に敵が迫っております。またしても上杉軍か。続けて、どうぞ。出陣する。松倉城にも来ておるな。我が戦、お見せしましょう。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。馬屋橋は阿部ちゃんが何とかしてくれるかな。今月も訪問じゃ。松倉城を守るぞ。開戦じゃ。進め。全然修理してないじゃないですか。かかれ。練り上げし兵法見せてくれよ。決着つけようではないか。これで決める。ここは引きます。引け。な、なんとか勝ったぜ。でも、この城、大丈夫か。敵将、捕らえたり。阿部ちゃん、なかなかやりますねー。ご命令くだされ。報告いたします。木材が足りませんか。どうぞどうぞ。先月の収支です。報告いたします。早速、森政さんに来てもらいましょう。今月も面談じゃ。我が領内に敵が迫っております。ついに来たか。神原城から正幸師匠4200を出陣。吉田城救援に向かってもらいましょう。出陣するぞ。駿府館から我が妻6100を出陣。こちらも吉田城救援に向かいましょう。あなたのためになるのなら。皆、我に続け。出陣する。出陣する。やったぜ。いたしました。かかれ。レシオ、理不尽すぎる。表情を始めましょう。報告いたします。
報告いたします。お金が足りませんか。どうぞどうぞ。先月の収支です。報告いたします。やっと今月で維新伝心になれますね。いい男。我に続け。正幸師匠は天野さんの応援に行ってもらいましょう。承知いたしました。武将の性能差は正義、はっきりわかんだね。回戦者行くぞ。続きなさい。正幸師匠、出番です。では、決着をつけるとしよう。いざ戦場に勝負。逃げるなら今のうちよ。城門が破壊されました。ご覧あれ。では決着をつけるとしよう。ここは引きます。よし、まずストップ。正幸師匠には吉田城に戻ってもらいましょう。命令ください。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。次は蒲生氏里さんに密談を仕掛けてみましょう。織部先生とも維新伝心にならなくちゃ。よし、回戦じゃあ。進む。ダボン聖域回戦を再現してやるのだ。かかれ。戦に出たからには勝ちます。ゆめちゃん先生、出番です。我らの戦力、あなたに見切れますか。いざ通常に勝負。三河武士の魂、決して砕けぬ。正幸師匠、三河魂を打ち砕いてくだされ。では、決着をつけるとしよう。よっしゃー、ビヨッタ。みな死ぬな。よっしゃー、圧勝じゃ。
正幸師匠、お疲れ様でした。せやな。待機します。ノップが岡崎救援に来てるじゃないか。表情を始めましょう。先月の終始です。報告いたします。今月は阿部ちゃんのところに行きましょう。ご命令くだされ。報告いたします。お金が足りませんか。どうぞどうぞ。先月の収支です。報告いたします。織部先生が来ておるな。これは氏真様との愛の証だ。お受け取りくだされ。外交術ゲットだぜ。伝授祭りを始めましょうか。形勢は我が妹に与えましょう。捨て身は我が妻にあげましょう。遠当ても我が妹にあげましょう。脳裏は佐藤さんにあげましょう。もう一個は一徹じいじにあげましょう。敏腕は織部先生にあげましょう。もう一つは正幸師匠にあげましょう。次は直虎ちゃんと面談しましょう。まずはありがとう名刺を受け取ってくだされ。河内畠山さん、グッドゲーム。続けて、どうぞ。おお、軍団が武田に攻めかかりましたね。行きます。むむむ、旗色が悪いですね。ご命令くだされ、報告いたします。勝ってるところが一つもないではないか。報告いたします。鉄が足りませんか。どうぞどうぞ。先月の収支です。報告いたします。今月も直虎ちゃんと面談しましょう。あかん、これ正面から戦っては武田に勝てぬか。戦へ参る。我が領内に敵が迫っております。なんだと、信玄が逆進行してくるのか。神原城から正幸師匠六千を出陣。中野城救援に向かってもらいましょう。我が軍略お見せしよう。出陣します。おお、やっと覚えてくれた。ご命令ください。先月の収支です。報告いたします。おや、安藤さんがいるぞ。これは氏真様との愛の証だ。お受け取りくだされ。剣手ゲットにだ。賀茂さんとの密談を奥様に引き継がせて、正幸師匠にお城を作ってもらいましょう。場所は花倉にしましょう。止まれ。あなたのためになるのなら我が策、戦場を制す。よし、陣所で開戦じゃ。
休め。かかれ。決着つけようではないか。正幸師匠、お願いします。逃げるなら今のうちだぞ。臆したか。妹ちゃん、かわゆす。はあはあ。縄文が破壊されました。蹴散らせい。これで終わってください。前と後ろから攻撃だ。決着つけようではないか。臆したか。正幸師匠、きつい一発お願いします。逃げるなら今のうちだぞ。武田に勝てると思っておるのか。正々堂々勝負です。戦に出たからには勝ちます。我らが攻め、耐えてみせよ。引くぞ。なんとか勝ったな。結構痛かった。帰りましょう。表情を始めましょう。先月の収支です。報告いたします。娘に罪はない。帰っていただきましょう。あらら、あのまま攻めていったのか。正幸師匠にも行かせれば落とせたかもしれんな。続けて、どうぞ。敵将、捕らえました。ご命令くだされ。報告いたします。報告いたします。お金が足りませんか。どうぞどうぞ。先月の収支です。報告いたします。奥様はそろそろ引き上げても大丈夫かな。帰りましょう。敵が我が領内に向かっております。ちょ、軍団が攻めきれないからってこうなってはたまりませんね。我が領内に敵が迫っております。はわわわわわわ。敵が我が領内に向かっております。よ、今度は徳川ですか。奥さんに戻ってもらいましょう。承知いたしました。いざ参ろう。出陣します。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。お金が足りませんか。どうぞどうぞ。先月の収支です。報告いたします。花倉城が完成しましたね。城代は築城名手を覚えてほしいので佐藤さんにやってもらいましょう。森政さんと伊丹さんにも行ってもらいましょう。といったところで、今宵はこれまでにいたしとうございます。始めよ。これで決める。逃げるなら今のうちだぞ。耐えてみせるぞ。この戦勝つぞ。城が取り囲まれました。お味方が討ち死にしました。次回、軒先馬、帰らず、
お楽しみに。